に住んでおります。ですね、今日はちょっとあのと、まあ、なんかちょっと時間、ちょっと時期外れかもしれないんですが、共謀罪とか秘密保護法についての、共謀罪は自春かの話をしたいと思います。皆さん、あの秘密保護法っていうのをちょっとまた皆さん思い出してほしいんですが、あれ何が秘密か、秘密なんです。ですから、例えば道路が何らかの軍事的な目的で使われるっていうことが秘密になってた場合、そのことを何かの理由で暴いてしまったら秘密保護法で捕まってしまうんです。皆さん、そんなことないだろうと思うかもしれませんが、板橋では自衛隊が白昼堂々街中で軍事パレードやりました。またこれ大昔の横浜の話なんですけども、横浜で自衛隊が街の中にある橋に戦車を通そうとしました。とても戦車通せるような橋じゃないだろうっていう、そういう橋を使うに戦車を通そうということで反対運動が起こりました。当時の横浜の人たち大変頑張りまして、橋の上に戦車を通すこと阻止しました。ですが、考えてみればこの橋に戦車を通すこともあり得る。それってもし実は橋の使用が実際より強度がある、だから戦車が通せるとかだとしたら、そこに戦車を通すという計画、それは特定秘密だとしたら、そのことを気づいて何らかの形で発表してしまった場合、秘密保護法で捕まってしまう可能性があるわけです。さらにその橋の情報を調査したその場に加わっていた人たち、もしかしたら共謀罪という形で捕まってしまうかもしれないんじゃないか。私はそういう不安を拭うことができないんです。だから今安倍自民党政権が進めている、特定秘密保護法、そして共謀テロ対策という名目の共謀罪、これはもうちょっと前にも別の方がスピーチされてましたが、小泉純一郎さんのお言葉ではありませんが、現代の秘密保護法、現代の治安維持法というべきものじゃないかと思うわけです。こういう法律を作る目的何でしょうか。日本を戦争のために国家で総動員する戦前の暗黒国体制の復活に他ならないんじゃないかと思います。日本を戦前に戻していいのか、それが今問われていると思います。皆さん、ぜひとも考えてみてください。これでスピーチを終わらせていただきます。ありがとうございました。北区アクション。